秋休狩猟開始。舞台はオープンワールドへ。さあ人狩り行こう。モンスターハンターワールド。はい、どうも秋休です。ということでモンスターハンターワールドついに発売されましたんで、プレイしていきまーす。よろしくお願いしまーす。イェーイ。パチ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 。もうね、すでにね、画面が綺麗で圧倒されてるんですけど、ボタン押します。ボタン押しますって。おい、俺の名前知らなかったか、お前今まで。知ってる体で話しかけてたやんけ。っていう。おやべえ、うわ迷う、絶対お、これ絶対オンラインでやった方が楽しいんですよ、こういうの、こういうゲームって絶対。どうする、一回、じゃあ一回というか一回遊ぶ、一回遊ぶ、違う一回遊ぶ、だから男前やっていうキャラクター一回作るって、で女前やっていうキャラクター一回作って、違う違う、一回作んねん、一旦。いやって、もうさっさとやってん。一旦作んねやん。というところでね、できましたんで、これがね、僕の可愛いと思う第1号ですね。なので、もしね、こういうね、これに似てるよと、この感じ、私こんな感じですよっていう方がいましたらね、ぜひね、チャンネル登録をね、こうね、よろしくお願いいたします。どう？あたし、綺麗？もしね、こういうね、これに似てるよと、この感じ、私こんな感じですよっていう方がいましたらね、ぜひね、チャンネル登録。でもね、やっぱちょっとね、オンラインゲームなんで、ね、女へ泊まるのも嫌なんで、男でしたいんですけど、もうね、でもね、このゲーム絶対女の方がね、楽しめるっていうね、うわ、ほら、だってもうすでにも美人やもん。うわ、どうしよう。でね、やっぱり、ちょっとゲームの中だけでもね、イケメンになりたいんで。よし、イケメン作ろうか！よし、イケメン。そらないやろ。おうら！来た！で、プリセット出て選ぶの。あ、プリセットこうか。おぉ、やべえ。おぉ、うわ、これどっかで見たことある。なんか、あれっぽい。FF っぽい。うわ、あれみたい。なんや。うわ。わあ、そうそうそう、ちょ、女のじゃあプリセット見てみようか。でも美人やだって、普通に。うわ、あれ似てない、何。うわ、めっちゃ可愛いやんこれ。こんなあかんくない、ちょっとこれでやりたくなってくるよな。なあ、え、これ広瀬涼子やん。広瀬涼子やん、これ、どう見ても。え？広瀬涼子やろ、どう見ても。いや、別にいいんじゃん。めっちゃ可愛い、これ、やばい。うわぁ。うちの奥さんがこれやったらっていうね。その絵だな。すっげえ、めっちゃなんかもうすでに、やっぱ一番のやっぱ楽しい、醍醐味はこれですね。キャラクター作りですね。めっちゃ楽しい。もうすでに楽しい。めっちゃかわいい。めっちゃ美人やし。何これ、ある、こんな。うちの奥さんがこれやったらっていうね。ほら、広瀬涼子やって。なんか言うね。うん、せやな。これあれじゃん。あれ、今話題の、ほら。
橋本環奈じゃん。ゴチ新メンバー。あ、どうしよう、迷う。だってこんな、ほら。体型っていうか、頭身がもう秋牛やもん。8頭身ぐらい欲しかったわ。お、見てこれ、ちょ、イケメン。うん、やっぱ。こんなんで生まれてきたかったな。こんなんで生まれてきたかった、生まれてきたら人生もう変わったやろな。いや、選べるやろ、それは。無理か。よし、あ、ちょっと、ちょっとじゃあ、顔を、ね、順番に、上から順番にやっていきたいと思います。もうすでにもう5分か経ってるっていうね。何もしないのに。じゃあ、色変わるのは、そしたら、お前一緒に変わるかも。違うな、ちょっとゴチなんみやな。怖いな、やっぱり。丸顔のね、ちょっとシュッとしてるのがね、好きなんですけどね。でも、ログしかないから。1ページ。お、かっこいいな。あ、ちょっとちゃうな。これあれやん。さっき広瀬涼子とかって言ってたけど、芸能人みたいなのできるやん。なあ、似たやつ多分。待て、こうして、おお、すげえ、やばい、めっちゃイカつくなったやん。なあ、やばないこれ、すっげえイカつい。なんか、ああ、なんかこれやと、あれやな、ほら、若くなってきた。なんか気持ちも、こっちサイドもなんか若くなってきたな。ちょっと髪型も。髪型は普段サラリーマンで、まあ短めなんですけど、黒髪のね。だからちょっと、色はね、まあ、派手めにしたいんですけどね。おお、小次郎、あっ、陳年、あっ、モリー、あっ、変な突っ張りじゃない。こうだったな、もう半でも。うん。あ、で、今までの。これも見たことあるな。うん、キーだか。あ、広瀬涼子。広瀬涼子来た。もうブレたあかんって、もうイケメンにするんやから。これ俺の眉毛ちゃうなあ。これを作ろうとしてるしてない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 。イケメンを作ろうとしてる。イケメンを作ろうとしてるけど、結果何、一旦置いて、ラフ書こうかな、こんなにしたいっていう。鼻の位置とかも変えれんのな。やばい、俺もうこれあかんわ、これ。もう、なんかちょっともう、違うことしたくて、もう、ムラムラしてもう今。違うことって何？いやいや。とりあえずイケメン作るわな。それはまあ、後々の楽しみ。一生ね、付き合っていかなんか顔になるんでね、ちょっと真剣にね、ちょっとやれたいなっていうところなんですけどね。怖っ。たぶん輪郭によってもあれやから、もうちょっととりあえず触らんとこ。はい。ヒゲ！おぉ。どうしたイケメンになったら今。うん。いやー、イケメンでもこれぐらいの髭生えてる方がちょうどあれじゃ？イケメンやわー。なあ、顔もイケてないのに、俺髭だけがこんないからな。顔はブサイクやし、こんな髭やしっていうのは、ま、これやもんな。それは言いすぎやけど。あかん。俺、もう、髭、こういうの、自分嫌いから、こうしよう。うん、ツルツル。化粧、ペイント。ペイントとか多分後で触れそうやしな。なあ。じゃあ、まあ、置いとくか、この辺は。よし、じゃあ、とりあえず、ね、顔はね、ある程度イケメンになったかなと思うんで、顔型をね、ちょっとね、
ちょっと調整していきたいと思います。どう？シュッとした方がいい？ちょっと張ってる方がいい？この人が年取ったらどうなるのかっていうのを見れるってことやろ？だから、自分が今後、年取ったらどうなるのかっていうのが見れるってことやろ、これで。自分が。だから、俺がもし年取ったら、こうなんねや。イケメン。クソイケメンやな。こんなじいちゃん、たまらんな。できた！え？ユニロ変える？どう？この色の違いやったら、金目とかやばない？見て。黒やわ。黒。で、もう一回髪型をちょっと見に行こう。じゃあ髪型やっちゃってる。うわ！めっちゃおお、見て！ちょ、で、髪型をあれでやったんですけど、うわ！超爽やかイケメン。やば。うん、やばいな。うわ、見て、これ、かっこええ。こんなん、刀持って来られても、切ってくれーってなるな。切られてーってなるな。うわ！めっちゃキラキラしてる。絶対あれやんか。絶対いいお坊さんやん。表情。見ていきます。タイプ1。あ、タイプ1の、あ、タイプ1の見ていかなかった。タイプ1。サンプル再生。はい。はえいはえうんはいうんはうんタイプ2。はい。次行きます。はい。タイプ2。うん。はい、タイプ3。タイプ3、いきます。はぁーはぁーいーあータイプ4。うん。えうーん。にひうーん。うーん。いい。うーん。うーん。いい。だいぶ5。おっいい笑ってね。おいいやん。いいおんいいおいいんありがとう。っていう感じなんですけど、まあ、タイプ、あ、表情は、まあ、なんかどれもなんかパッとしないんですけど、笑った子がね、やっぱイケメンやと、やっぱね、みんなイケメンやと思うんで、思うと思うんで、笑った子、これはさすがにな、怒った子はかっこいいけど、なえーって、なげねんこれみたいなな、うんみたいな。これやな、もう1やな、1がやっぱシンプルでいいな。カラーフィニッシュもできるんよ。おぉ、すごいすごい。おぉ、白と黒かっこいいやん。忍者みたい。なぁ。忍びみたい。忍び。ぼっ。いきなり服着たからびっくりした今。ボイスってやったつもりやったのに、なんか見た目変わったから防具かと思ってびっくりした。まあ、声のタイプですね。はい、聞いてみましょう。違うな。うわーって声じゃないな。わかるよね。違うっていうのはな。なんか服着たらなんかかっこ悪くなった？違う、これあれやな。名前はって聞かれて、ずっと待ってくれてんねんな。あの人。若い感じの声がない。もうちょっと、みたいなのが、なあ。はっ、ふっみたいなのが。あれは。あ、いいね、これ。お、あれみたい。なんとかイエーガーみたい。動きのサンプル。初期装備をね、もらいましたんで、オリジン、もらいましたんで、装備したいんですけど、
そうするとせっかく作った顔が全く見えなくて台無しというね。っていうところなんで、一応ね、購入した特典についてたんで、これで決定したいと思います。ちょっとね、じゃあ化粧、しときたいと思います。どう？あたし、綺麗？なんかでもだーみたいな。今までのやっててーみたいな。じゃ、怒ったら出てくるみたいな。こう、普通の時はこうやけど、仲間がやられて怒り出したら、メタリック感あった方があれかもしれんな。ほら。黒。めっちゃかっこいい。うわ、惚れるわ。よし！これで完了したいと思います。ポン。